はい、どうも、モンキーです。前回の動画でね、エラ棒でやらかしちゃった後の爆買い的なね、ちょっと買っちゃったやつの一つずつのね、まあ、楽しみの方をやっていければなと思います。で、そうですね、色しずくシリーズ。まあ、いっぱい持っちゃってますけど、ないやつを買いました。で、これね、いつも。このケースで買うのもね、一発目すごい感動しましたけど、2回目になると、まあでもかっこいいですね。出すのがね、結構大変で、よいしょ。このような形で今回買ったのが、コスモス山ぶどう、新緑なんですね。お店で深緑とか言っちゃいましたね。深緑とかと思ったら新緑で、新緑かと思ったら深緑っていうね、謎のループに入っちゃいましたね。こう自分の頭の中で。で、コスモスはね、なんか、ちょうどツツジがすごい色気に入ったので、あれと同じニュアンスかなという感じでした。描いてみた感じもね。まあ、透明軸にやっぱ入れたいので、入れた後の色も綺麗そうですし、発色もすごいいいかなと。ツツジと亜麻色と、このなんかコスモスがなんかこう発色がいい色を描きたい時にはなんかいいのかなと思いました。で、山ぶどうはね、紫式部が青紫に対してはちょっと赤紫的な色合いで、で、こういったね、濃いカラーって、透明軸に入れた時に、どれぐらい発色するかね、ちょっと興味あるんですけど、ちょっとそういうのもあって、赤紫色描いてみましたね。これ、濃い色なんで、結構、いいかなと思ってます。新緑も同じくです。濃い緑ですね。で、逆になんか薄い色だと、そうですね、冬将軍とか、まあ、竹林もそうなんですけど、薄い色がちょっと自分的には使い方まだよくわかってなくて、なので夕焼けとかね、ちょっと怖くて変えてないんですけど、そのうちちょっとチャレンジして、なんか淡い色のね、うまい使い方をちょっとなんか編み出したいなと個人的には思ってますけど、まあ、あれはあれでね、味わいがある風に描けるといえば描けるので、そういうのが使いたい気分の時がいいのかなと思うんですけど、やっぱりなんか自分はね、柔らかくて濃いやつが好きかなと。ペン先は柔らかくて、ダッとインクが出て濃いのは、まあ今のとこ好きですね。まあこのままね、好みが変わっていくんでしょうかね。で、前回ね、前々回かな。買ったこのガラスペンでね。で、前もあれしましたけど、インクは万年筆に入れると、これね、結構、綺麗ですよね。これを使って、インクだけのなんか味わいというか、その特徴が出せればなと思ってますので、こちらで試していきたいと思います。ガラスペンやるときはね、こう、紙コップに水を用意して、まあ、即洗えるようにやろうと思います。で、紙は、そうですね、トモエリバーのノートブックで A4 の、A5 か、A5 の方を、使って、試していこうかなというとこですね。そうですね。どうだろう、どれからいこうかな。コスモスがやっぱ一番楽しみなんで、これからもう先に、皆さんどっちですかね。好きなの貯めとくタイプか、取っとくタイプか、ね、好きなのをね、取っとくタイプか、最初に食べちゃうタイプかってね、タイプ分かると。僕は先に食べますね。先に食べるタイプなのかな、ちょっとわかりませんけど、こういうのはね、先にやっぱ試したいですね。よいしょ。ちょこっとつけてね。3分の1ぐらいがいいって言ってましたね。で、なんか、ものの本というか、その記事で見たら、3分の1ぐらいつけて回しながら書くって書いてあったんですね。まあ確かに、この間も書いてみたら、あれでしたよね。なんていうか、バーッと出るときと、カスカスになるときがあって、回しながら書くと、いい塩梅でね、こう、なんでしょう。溜まったものが、いい感じで、こう出てくるんでしょうかね。最初がね、どうしても重すぎたんでね、この間ね。ちょっとここが、心配ですが、コスモスですね。綺麗ですね。クって感じですね。この色少し変わってくるのかな。
色しずく。色彩と書いて色ってのも結構いいですよね。回しながら書くとか完全に忘れてますけど。いけるのかな、回しな。秋に桜。こう書いてコスモスと書くんですね。読むんですね。ちょっとインクが落としすぎましたかね。最近この ABC を書くようにしてます。なんか字が汚いんでね、せめてマークっぽいので薄色だとここの線が出ちゃいますね。これがいいかな。うん、綺麗な色ですね。うん、綺麗。色少し変わりますか、途中で。そんなに変わってないですかね。でも描きたての方がやっぱちょっと鮮やかで、少しほんの気持ち落ち着きますかね。とってもないかな。うん、これ綺麗ですね。これは多分その何でしょうね、透明ケースに入れた時の映えがすごそうですね。こうやってね、最初のこのポッて入れた時の広がるの結構好きですけどね。あのインクの入れ替えの時もねありますけど。では次どっち行こうかな。山ぶどうから行きますかね。ちょっとね今ね緑が竹林でちょっとうーんって感じになっちゃってるんで、どうしてもね、ラミーのね、後ろの赤との相性がやっぱ悪いんだろうな。そこまでみんな気にしないんですかね。なんか、どうも軸の色と合わないと、なんか、すごい気持ち悪くて。そういえば、まあ、また別途あれですけど、セーラーの、プロギアを買ったんですけど、それ別の動画で出しますけど、プロギアだけじゃないのかな、コンバータがなんと色付きという色を選べるっていう素晴らしいやつで、まあ、どうなんでしょうね。逆に色ついてると相性どうなのかなと思いつつ、逆に例えばこのコスモス入れたいよとか決まってたら、その後ろに合わせてコンバータ入れてとかやったら、まあ良さそうですよね。では次、山ぶどうですね。パイロット。うん、いいですね。よし、つく。綺麗ですね。なんでしょう、美味しそうって感じですね。色がね、色が綺麗っていうのと、なんか色が美味しそうってなんか表現したりしますよね。美味しそうな色っていう、美味しそうな色はいいですよね。山ぶどう、これはハイフンが入ります。ぶどう、うん、綺麗ですね。なんだろう、濃い色なんでね、しっかり描けてるなーって感じはしますよね。どうなんでしょう。
これもやっぱ色変わる系ですかね。やっぱね、ちょっと最初は鮮やかですけど、こっち落ち着いてますよね。コスモスはあんまりないですね。色変わらないですね。これも変わる系なような。なんか夕焼けが変わりすぎとか言って、誰か言ってたかな。変わるのもね、いいですよね。描いた瞬間は爽やかな色で、描き終わったら渋くなるっていうのも、まあ、いいんでしょうかね。ちょっと、そろそろ、夕焼けずっと気になってるんですけどね。チャレンジしたいなと思いながら、なかなか、その色が変わりすぎなのをちょっと見ちゃったもんで、怖いかなぁ、って思ってますけどね。いいですね。回しながらもう忘れてますね。綺麗です。なんだろうな、しっかりかけてる感のある。やっぱもう想像通りですね。このコスモスがちょうど、えい、綺麗ですね。なんだろう、模様がね。戻りますけど、コスモスがツツジと同じ系統で鮮やかで、まあ色はそんなね変わらず、その透明ジグリめちゃ合うんだろうなっていう感じがしますね。こういうやつだと多分あれですね、まあツツジもコスモスも赤系なんで、ラミーのね透明ジグでもいいんでしょうね。あの後ろが赤いやつで、最後が、新緑です。深緑じゃありません。新緑ですね。なんだろうな、新緑って最初読んで深緑ってなんか一人ループ入っちゃったんですよね。よいしょ。新緑です。ちょんつけてね。あ、綺麗。あ、この色もしかして透明軸にめちゃ合うのかも。で、ちょっと期待すぎるとね。ほんとね、竹林は期待しすぎたんですよね。黄緑の綺麗な色出るかなと思ったら、出ずみたいな。多すぎるとね、なんか書いてもね。あ、綺麗ですね。あ、透明度が高い。これはインクが綺麗に出てほしい。色しずく。綺麗な色ですね。このカラーのね、魅力。インクの沼に入る方は、これがまあ、今この制約のね、自分的には我慢してる制約に入ってるんですけど、色しずくシリーズだけって言ってまして、まあなんか自分のね色の好みっていうか、どの色がしっくりくるかなと思って、なんかちょっと落ち着いてきますね、色がね。そう、自分に合う色探しっていうか、まあ合うというかね、自分の気持ちに合うと言いますかね。まあわかんないですけど、ディティールの方向性で多分インクのいろんなバリエーションでね、またさらに味わいはあると思うんですけど、まずこういう時に、まあ、例えば淡い色はこういう時に使えるなとか、黒はこういう時に使うなとか、そういうのをね探すのに色しずくシリーズで十分って言い方もあれですけど、ボトルがね何よりちっちゃいんで、まあ、それすらもう使い切れるかだんだん怪しくなってきましたけど、ね、とりあえず制御してる感、あんまりしてない気もしますけど、制御してる感をね、醸しながら、一応我慢するぞと。大きいボトルになると2000円とかしますもんね。3つでこれね、2100円。そうね、消費税入れるとまあまあまあなんですけど。いいですね。
これも多分ちゃんといろんな意味で、なんだろう、使えるというか、うん、使いそうです。いいですね。今回ね、やっぱちょっと慣れてきたんでね、なんかこれはこうだろうな、あそうだなみたいな確認しながら買って書いて、さらに納得って感じですよね。濃い色が、色はそうですね、やっぱ鮮やかなのが少し、この2つはねちょっとグッと渋くなる感じはありますが、コスモスはまあ綺麗ですね。よいしょ。うわぁ。こうなるとちょっとね、気持ち悪いというか、まあ紫になりました。まあまあまあ。魔女っぽい色になりましたね。まあそんな形でね、一応3つ試しまして、一応さっき決めたのが、山ぶどうはちょっとね一旦保留で、紫式部も多分透明軸にやっぱ入れないでちょっと保留しようかなと思ってますね。でコスモスはちょっと使いたいので、多分ラミーの後ろね、赤に入っても大丈夫かなと思って、ラミーのサファリに入れようと思ってます。ラミーのサファリに入れて、このまあ赤軸にね、このピンクがどういう感じで見えるか結構綺麗で、字がピンクっていうね、なんかこれはいいかなと思ってます。で、新緑は、まあちょっとこれもどうしようかな、迷い中ですね。ただこの感じだと、まあどれで書いても大丈夫そうなので、ちょっと、でも何にしてもね、この透明軸に入れてどれぐらい綺麗に見えるかっていうのはちょっと試したいので、例えばねラミーの透明だったらこれ山ぶどう入れても、赤だったらまあね大丈夫です、緑とか入れると本当やっぱ気持ち悪いと思うんで、こっちは書くのに入れるかなっていう感じですね。なのでちょっと今ね確認できたんで、まあ書いた瞬間のはねこの動画でしか見えないですけど、書いた後はね紙で残るんで、これを見ながらね、またそれに入れた時にはちょっと動画にしていければなと思います。この、動画が気に入ったら、いいねと、チャンネル登録ぜひお願いいたします。ではまた。